ホットプレイは日本の元競争馬主な勝ち倉はスワンステークスシルクロードステークス。馬名の由来は冠名、タマモ母名の一部。2003年11月京都デビュー。新馬戦、千両賞を連勝。明け3歳初戦の新山記念でも2着と構想する。この後クラシック路線へ向け調整されるが、 キサラ賞では2番人気と支持を集めながら先行、バテて10着敗退。さらにスプリングステークスでは一転して後ろからの競馬を試みるも8着に終わった。出走権を得られず札ツ賞を除外となり、同日のオープン特別に出走するも9着、1800メートル線を3走しながら全て結果を出すには至らず、3歳春以降は短距離路線に転向となった。 これが走行し、聖刊ステークスでは、半で50キロを味方に勝利を挙げ、さらに、スワンステークスでは、中段から馬群終わり頭差で優勝、待望の重賞タイトルを手中にした。これ以降も、距離適正から、マイル戦にはほとんど使われず、スプリント戦を主体に、レースに、出走、2006年シルクロードステークスで1年ぶりの、勝利を重賞で飾る。 2007年オープン特別を制した後は掲示板の確保が精一杯の内容が続き、GIQ 競争にもたびたび出走するが敗戦を重ねる。2008年も未勝利に終わり、陣営は障害転向を検討。2009年2月に障害試験が行われたが、飛び越しを拒否式種を落馬させたため不合格となっている。2009年は受戦したが、 未勝利だった。気象の荒さを改善するべく、2009年のスワンステークスの後休養に入った際に去勢手術を試みたが、抗ガの片方が復空に入り込んで出てこない状態になっており、結局片方を残したままとなった。生殖能力には問題がないため、表記は馬にはならず、ボバのままである。休養を終えて2010年6月13日の CBC 賞で復帰したが、いいところなく11着に終わった。続く、プロキオンステークスでは、中段追走も、直線で伸びあぐねて8着に敗れた。NST 賞では、中段から足を伸ばしてくるも4着、クラスターカップでも、同様の競馬で5着に敗れた。室町ステークスでは12着、オーロカップでは18着、渦政ステークスでは12着と惨敗続きだった。 2011年は、ジャニュアリーステークスから、始動後方から足を伸ばしてくるも7着。続く、ネギシステークスでは10着に終わった。立東ステークスは、後一位追走も、直線で1敗になり12着と大敗した。5月20日付で競争場登録を抹消。滋賀県甲賀市の甲賀ファームで乗馬となる。ありがとうございます。